チビデビは、篠塚ひろむによる日本の漫画作品。小学館の漫画雑誌、チャオにて2008年6月号から2014年12月号まで、連載された。沢田ほのかは、引っ込み事案で泣き虫な、中学生の女の子。家族も友達もおらず、いつも一人で寂しい日々を過ごしていた。ある朝、目が覚めると、まおちゃんという悪魔の赤ちゃんが、 ベッドで眠っていた。平穏だった、ほのかの生活は一変し、賑やかに。真央ちゃんの面倒を見ることになった、ほのかの奮闘ぶりを描く。声はアニメ版における、担当声優。主なチビデビ真央ちゃんたちの知り合いのチビ、デビ小説のみに登場するチビデビ沢岳鉱山家、中川屋チビデビ保育園その他の悪魔の赤ちゃんの関係者1話。 約5分の短編アニメ。NHKE テレ、第。天才テレビ訓内で毎週月曜日に2011年10月10日から2014年2月17日まで放送されていた。DVD はコミックス第7巻特装版に収録されたほか、チャオ本誌及び公式サイト、チャオランドで期間限定通販され、第1巻が2012年12月号で実施し、 第2巻が2013年8月号で実施し、第3巻が2014年1月号で実施し、第4巻が2014年5月号で実施し、最終巻にあたる、第5巻が2014年8月号で実施する。2012年5月28日の放送では、アニメに登場する、着ぐるみのデザイン募集告知が行われ、その後、第、天才テレビくんの番組内で、 たびたび告知が行われていたが、同年の12月3日、放送分の第39話で優秀な着ぐるみが採用され、アニメに登場した。2011年11月28日放送分の第7話ではチャオ、ガール2人が本人役で、それぞれゲスト声優で出演した。2012年9月10日、放送分の第29話では、当時のテレビ戦士の長谷川に今と、 竹原司が本人役でそれぞれゲスト声優で出演した。2012年9月24日放送分の第30話ではチャオで行われたゲスト声優の募集に当選した読者2人がそれぞれ本人役でゲスト声優で出演した。番組リニューアルに伴い原作の連載期間中に放送が打ち切られた。この記事は 以下のカテゴリーでも参照できます。チビデビに関するカテゴリー、チビデビに魔法の夢絵本に関するカテゴリー。ありがとうございます。